ってる。なんかやってる。続いて人参も与えていきたいと思います。じゃあ人参は目の前にいるあゆみちゃんと出すかな。人参も加えて、どうぞ人参で抑えながら食べてるのが分かると思います。人参も大好きです。またくまさんの食性としては雑食なんですが、結構7割8割は草食寄りですね。野菜を多く食べる生き物として知られています。皆さんの意義が分かったところで、まず最後にこの緑の檻を決めさせていただきます。熊さんの腕の力見てもらいたいと思います。少々お待ちください。奥にいる子がかまってかまって、しょうがねえなぁ。你看你是龙子看到了吗？你是龙子的名字？落ちるぞ。落ちるぞ。哎呦，他那个熊的名字怪死了。